プロ野球界の巨,星巨人の大黒柱である坂本勇人選手が驚くべき申告漏れ疑惑に巻き込まれていますそのキャリアの裏に隠された1億円近い申告漏れが税務当局から指摘されました高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上していたというこの問題はプロスポーツ選手の申告漏れ問題として大きな関心を呼んでいます このビデオでその背景や現状を詳しく掘り下げ注目の論点に焦点を当てます坂本勇人選手の申告漏れ問題は一般的な税務申告の範疇を超えスポーツ選手の生活様式との間に生じる葛藤を露呈していますプロ野球選手の年俸は高額であり彼らの生活は一般的なビジネスパーソンとは異なる部分があります しかし必要経費として申告された飲食費に関する問題はその合理性や公正性に疑問符を投げかけます坂本選手の主張によればこれまで飲食費は認められてきたとのことですがその根拠や合理性について疑問があります税務当局が指摘するように個人的な飲食費を必要経費として計上するには 収入を得るための手段としての合理性が問われます一人であるいはチームメイトとの飲食は直接的に収入を増やす手段ではありませんそのためこれを必要経費として認めるのは疑問が残りますこの問題はスポーツ選手の税務申告における一般的な認識との乖離をもたらしています プロ野球選手が高級クラブなどでの飲食費を必要経費として計上することが一般的だとすれば、その背景や合理性についてより詳しく検証する必要があります。また、税務当局との協議の中で、この問題がどのように解決されるかが注目されます。この問題は、単なる個人の税務申告の問題にとどまらず、 スポーツ界全体の申告漏れや所得隠しの問題にも連なります公平かつ透明な税制を維持するためにはスポーツ選手を含む高所得者の申告に対する厳格な監視が必要ですまた球団や関係者も選手の税務申告に対する指導やサポートを強化する必要があります巨人の大黒柱坂本勇人選手の申告漏れ疑惑は プロスポーツ選手の税務申告に関する深刻な問題を浮き彫りにしています高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上することに対する一般的な認識との乖離やその合理性に疑問が投げかけられる中税務当局との協議が続いていますこの問題は単なる個人の税務申告の範疇を超えスポーツ界全体の申告漏れや所得隠しの問題にも関連しています 公平で透明な税制を確立するためには厳格な監視と球団や関係者のサポートが不可欠です。